て。上からも下からも比内サーラ。西表に上陸したらカヌーに乗って比内川上流へ。さらにトレッキングで40分ほど山道を登れば、ここは比内サーラの滝のほとり。まるでジブリの世界に迷い込んだような絶景の中で、川遊びや写真撮影を大人げなく楽しみました。お昼は大自然の中で八重山そばをいただき、登ってきた道を下って滝つぼへ。下から見る比内サーラは美しく大迫力で、ここでも撮影したり滝つぼにダイブしたりと大満喫でした。西表来たならぜひ行ってみて、上からも下からも比内サーラ。西表に上陸したらカヌーに乗って比内川上流へ。さらにトレッキングで40分ほど山道を登れば、ここは比内サーラの滝のほとり。まるでジブリの世界に迷い込んだような絶景の中で、川遊びや写真撮影を大人げなく楽しみました。お昼は大自然の中で八重山そばをいただき、登ってきた道を下って滝つぼへ。下から見る比内サーラは美しく大迫力で、ここでも撮影したり滝つぼにダイブしたりと大満喫でした。西表来たならぜひ行ってみて。